こんにちは、梅村です。今日は、サンタクロースとクリスマスベルというね、こういう作品を描いていきたいと思います。では少しずつね、説明していきます。ではまずこの作品で使用するステンシルをご説明します。街並みのステンシルと、ソリとサンタ、そしてベル、そして雪の結晶、小さな丸、そして直径8センチの円のステンシル、これらを使って描いていきます。はい、では描いていきたいと思います。直径8センチの丸のステンシルをまずは使って、このあたりに置きます。そしてアイボリーを直接少し削ります。で、カット面を使ってこのステンシルを押さえながら色を入れていきます。で、アイボリーだけだと薄いので黄色も入れながら塗っていきます。はい、塗れました。ではこの周りを塗っていきます。インディゴを使って塗っていきます。色を塗ることができました。では今日はこのステンシルを使って描いてみたいと思います。まずこの下側のこのステンシルを、下の部分ですね、この今テープを貼っているところにこの下の部分を合わせます。そしてここを動かないように少しずつステンシルに沿って消しゴムで消していきます。はい、消すことができました。では次にこのソリ、サンタと鹿のソリの部分ですね、これをこの上の方に少し斜め上っている感じにして、まずは消していきます。はい、消せました。では次にこの 0.1 の細いペンですね、これを使って今この消したところを軽く縁取っていきます。まず周りが縁取れたら、今度中を黒く塗りつぶしていきます。はい、では次にこのあたりにも同じように描いていきたいと思います。入ってきました。では次にベルをここに形取っていきたいと思います。まず消しゴムでまた消していきます。はい、それではもう一つ少しずらして消していきます。はい、ベルができました。ではこのベルから音が出ている感じを出すので、丸をランダムにたくさん、小さな丸を消していきたいと思います。はい、できました。では次にこの雪の結晶のステンシルを使って雪を降らせていきたいと思います。ではもうランダムでいいと思います。消していくだけでいいので、好きな場所に消していきます。はい、雪の結晶を入れて完成になります。では少しずつ描いていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。クリスマスにね、ちなんだ季節のアートの描き方をご紹介しました。で、工程がね、多いように思うのですが、とっても簡単に描けます。ですので、よかったらね、クリスマスのアートとして描いてみてください。で、
このような今日ご紹介した描き方 の、 ステンシルですね、もしご自身で作るの大変だなと思われたら、ステンシルサイトの方にも季節のアートなので販売している時と販売していない時とかあるんですけれども、よろしければ、こちらの方も購入することができますので、また参考にしてみてください。ではまた描き方もね、ご紹介していきたいと思いますので、よろしければこの下のチャンネル登録お待ちしております。梅村智恵でした。